こんばんは、日常 M です。本日こちらセブンイレブンのクロワッサン2種を食べ比べていきたいと思います。通常のクロワッサンでは韓国風にクロワッサン、どちらもうちょっとした食感が楽しめそうで、それではまず通常パンから食べていきたいと思います。すごいな、味にのった瞬間にバターの香りが漂ってきました。見た目はシンプルです。味はどうなるかな。ではいただきます。セブンイレブンのクロワッサンを初めて食べます。あれ初めてだったかな。あーもう忘れた。だけど噛んでみちゅがじゅわっと広がってきますね。一方の韓国風クリスピーは確かに名前の通りサクサクはしてるんですけど、これはなんて言ったらいいの、って困るなぁ。なんだろう。あと、結構ボロボロこぼれるのも、てんな部分がありますね。まあ、悪いわけではないんですけど、今回は、ちょっと、ついじゃないが、まあ、具体的なレビューについては、この後するとして、まあお察し。はい、ごちそうさまでした。最初に食べたクロワッサンは噛んだ瞬間に口の中でバターの香りが広がってきて、サクッとした生地とともに楽しむことができてよかったです。だからやっぱりシンプルなので、そのまま食べるよりもジャムやハム、チーズなど何か合わせた方がいいかもしれないですね。で、一方の韓国風クリスピークロワッサンは確かにクリスピーという名前の通りサクサクした食感は楽しめたのですが、一方で生地が薄いの、焦げの苦味が強いので、少なくともクロワッサンとは違うかな、なんて言ったらいいのか適切な言葉が出てこないのですが、クロワッサンとして食べると、少なくとも自分は首に手を当てて、なりたくなるような商品になっていましたね。まずくはないんですが、もう一度買うかと言われたら正直ないかなと思います。というわけで本日は通常のクロワッサンの方がもっといろいろできそうですし、味もすごくふわっとしていて美味しかったので代表として4点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただける、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。